あんまりね本んとにねあのキングオブザモンスターズの中身語れないんでですね、えー、外側の話が多くなっちゃいますけどもまずはですねあの怪獣映画の概論っていうのをやってみたいと思いますちょっとね字が小さくなっちゃうんですけども怪獣ブームとは怪獣映画ブームとは何なのかということでここに細かい字でズワーッと書いていて赤い字がですねゴジラ映画なんですけどもですね1954年にゴジラが出てからですね 1975年にですね、メカゴジラの逆襲が終わるまでですね、これがですね、えー、怪獣ブームというやつです。1954年から75年まで怪獣者がですね、テレビとかですね、映画などで,ですね、20年間以上ですね、子供文化を支配してました。で、こんなに長く一つのですね、作品群、 というのがですね、子供文化をリードしていた時代はありません。例えば、ガンダムも、あの、萌えアニメ、美少女もですね、ロボットアニメも、ここまで集中的に長い間、映画とかテレビなどの子供文化全体に影響を与えたことっていうのはなかったんですね。で唯一近い存在はゲームかもわかりません。ゲーセンからファミコンに行って、で、家庭用ゲーム機、あとは携帯ゲーム、で、あとはスマホアプリなんかですね、ゲーム全般で考えたら、 怪獣ブーム以上に20年以上同じように文化を引っ張ってるんですけどもしかしそれはゲームっていうですねそのジャンルなんですね怪獣ブームっていうのはですね一つの作品群なんですよこの作品群が20年以上も本当に子供文化のど真ん中にあってずっと熱量を持って引っ張ってたっていうのは本当に古今東西未曽有の状態だったわけですねでこれをですねその怪獣物を語る時に実はここを最初に押さえとかなければいけないといわゆる その織田信長とかですね、家康を語るときに戦国時代というのがあったっていうのを抑えるのと同じようなもんですね。で、例えるならばですね、この20年間の怪獣ブームというのはですね、ローマ帝国みたいなもんなんですね。1950年から75年までですね、この20年以上にわたってほぼ子供文化っていうのは怪獣帝国、ローマ帝国に支えられていた。しかしその巨大な帝国もですね、徐々に滅びていって、ロボットアニメとか仮面ライダー、スポーツ漫画などに攻められて、ついに滅びてしまうわけですね。でも そのマジンガー Z とかの巨大ロボットもですね、実はその怪獣ローマ帝国のです、ね、遺跡の上に建てられたものなんですよ。なので、マジンガー Z に出てくるですね、機械獣っていうですね、敵のロボットはですね、機械の怪獣であって、機動戦士ガンダムが登場するまで延々敵の巨大ロボットっていうのはですね、叫び声があったんですね。イケ機械獣なんとかって、ガラダーな G7 とか VX とかって言われたら、うギャーとかガオーとかって言って出てくるんですよ。まあなんかね、 UFO ロボットグレンダイザーとかです、ね、あのコンバトラー V とかもっとひどかったと思うんですけど本当に叫び声を上げて出てくるしです、ね、もうロボットは名ばかりなんですね撮り方にしてもあの登場の仕方にしても実際の戦闘方法にしても実は怪獣ものというジャンルを単にアニメに置き換えてでモダンなマシン機械にお化粧直ししただけなんですねなので機動戦士ガンダムっていうです、ね、本物のロボットが出た時にです、ね、アニメファンはすごいびっくりしたわけですね なんせロボットなのに叫び声を上げないっていう今見ると当たり前ですけどそれまでずっとロボットって登場したら叫び声を上げてたんですからですねでゲッターロボみたいにですねゲッタートマゴフォークって真っ二つに割ったらですねゲッターロボに出てくるロボットっていうのは真っ二つに割れて中から血が出てきてです、ね、内臓が飛び出すわけですよただその血の色がオイルの色に塗ってあってですね内臓がです、ね、機械で書いてあるんですけどその機械の間は何か太い目のケーブルでどう見てもこれ内臓じゃんっていうやつで。 つな <laughs> がっているわけでですね。もう本当に怪獣ものの描き方でロボットものっていうのを書いてたわけなんですね。だからその当時のですねその子供文化の研究家とかですねあと評論とかをしてるような人はですねよくその怪獣の時代からロボットの時代になったっていうふうに言うんですけど、そうでなくてですねそのアニメで描いた方が自由度が高かったからなんですね。これあの後半話しますけども実は怪獣 映画にもですね怪獣テレビいわゆるウルトラマンなどにも致命的な欠陥があって実は子供たちが楽しく見るには適さない部分があったんですよアニメーションっていうのはそれを軽々と超えてくれたおかげで怪獣ブームっていうのはロボットブームにうまく移行できたわけですだから僕らが知っているロボットアニメのブームっていうのはロボットアニメの流れの中にあるのではなくてこの怪獣ブームというローマ文化の遺跡の上に立っている建物だというふうに考えてもらえると ちょっとと、ね、話は、ね、分かりやすす。くなると思います、えー、怪獣映画という帝国は滅びたんですけどその遺跡の上に建てられた新しい文化仮面ライダースーパー戦隊というのは今のライダーや戦隊ものあと特撮ガガガとしてです、ね、その子孫が発展していますまるで恐竜は滅びたけれどもです、ね、鳥類になって生き延びたような感じなんですねで年表をです、ね、チェックしています。まず、1954年のです、ね、ゴジラです これがまあ考えられないぐらいですね、ヒットして、まあ海外にも売れたわけですね。で、慌てた東宝はですね、わずかに3ヶ月後にですね、続編を制作します。ゴジラの逆襲ですね。これね、あまりに慌てて作ったからですね、予告編すら存在しないんですね。<laughs> とにかく、できたらすぐ劇場にかけると。それぐらいゴジラがヒットしたんですよ。で、急ピッチでですね、撮影公開しました。しかし、このゴジラの逆襲の時にですね、もう原作者の加山茂はですね、もうゴジラは作れませんと言っちゃったと。 もともと川山茂はですねちょっと不気味なミステリーとかを書くミステリー作家だったんですけどもまあゴジラがあまりにヒットしたのでですね周りの同業者の作家からはもうやっかみとか羨みでまたあんな変なの書いてんのかいとかおやおや君はあんなお化けの話のくのかいというふうに言われてもそれですごいへこんでしまったとあとはもう来る取材来る取材次はどんなゴジラですかというふうに聞かれてですねもう拗ねてしまってもうガンダムは作りませんっていう富野悠季とまた同じようにですねもうゴジラは書きませんというふうなことになったと。 で困った東宝はですね第3作目はですね次の怪獣映画を作りたかったんですよなんせめちゃくちゃヒットしたからでこの空の大怪獣ラドンっていうのはですね1年半そこから作るのにかかってしまったゴジラからゴジラの逆襲って5ヶ月しか空いてないんですけども次のラドンがですね1年半もかかっちゃったのはですねまず原作者は確保できなかったからなんですねでブームが本格的になってきたのはですねこの1964年あたりからですこのあたりからなんですねモスララ。対ゴジラ えー、宇宙怪獣ドゴラ三大怪獣、えー地,上えー、地球最大の決戦この辺りからですねブームが本格的にですねなってきましたモスラ対ゴジラっていうのはですねゴジラを悪役に見立てた怪獣対決ものですドゴラっていうのはですねもう着ぐるみの怪獣はやめようと全部その水槽の中で撮影したクラゲみたいな宇宙怪獣を出そうというですね であと、大人向けの作品にしようということで、これはあの大失敗しましたあの。映画の評判も悪いですしあの、あんまり客も入らない。あんまり客も入らないと言っても、もう当時、怪獣映画だったら何でも客が来た時代なので、そこそこ当たってるんですけどもですね。で三大怪獣っていうのは、 正規の悪役、キングイドラが出てきてですね、ゴジラが正義側についたという作品です。で、この三大怪獣、地球最大の決戦こそがですね、まあ、いわゆる、さっきからの例で言うと、ローマがで,マがですね、共和制からですね、訂正になった、いわゆる、エサル登場のような作品です。ここがもうターニングポイントだったんですよ。ゴジラっていうのは怖い怪獣でなければ、 いけなかったはずなのがもう正義の側にしちゃおうっていうのはローマ帝国共和制をもう返される独裁者を中心としたでその後は皇帝制度にしちゃおうというそれまでの共和制ローマにしてみたらなんだそれはっていうことなんですけどもやってみたら案外それがローマを長続きさせることになった同じくこのゴジラを正義の味方にしちゃうっていうのはですねやってはいけないいって大人向けの怪獣というのを完全に放棄することになったんですけどこれが 怪獣ブームをより強く燃やすことになってしまったっていうですね、やってはいけないんだけど、これが当たっちゃったっていうことなんですね。1964年というのはですね、皆さんもご存知の通り、前のオリンピックがあった時です、東京オリンピックがあった時で、日本中がですね、近代国家になって、 で、都市部から田畑が失われていって、田んぼがどんどんなくなって、ビルがにょき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 立って、近代国家に改造されたんですけども、その近代国家のビルをですね、怪獣が破壊する、その怪獣映画のですね、このブームの頂点がやってくるという、本当に不思議な1年、1960年というのは1年でした。この1964年っていうのが、オリンピック以外に何があったのかっていうのを研究するだけで、たぶんね、絶対面白いねあの、ノンフィクションになると思うんで、誰か、あの、書いてください。 ちなみにですね、この怪獣ブームっていうのは日本の高度経済成長時代とぴったり符合します。高度経済成長期っていうのは、ウィキペディアによるとですね、1954年の12月の鳩山内閣から1973年11月までのですね、第二次田中角栄内閣っていうふうに言われてるんですね。もう本当にね、この中に入るんですよ。きれいに入る不思議なことに。それぐらい高度経済成長っていうのと怪獣ブームっていうのは結びついてます。 で1964年、オリンピックの年の話をさっきしました、その次の年ですね、1965年、ついに東宝以外にですね、大英っていうですね、まあ、あの、文芸映画の新鮮の会社がですね、までが怪獣映画に進出します、大怪獣、ガメラですね、これ、モノクロの怪獣一匹しか出ない映画です、で、なんでかっていう、怪獣映画なのに、一匹しか出ないモノクロなのかっていうとですね、実は期待されてない映画だったんですね。低予算で。 おおいおい、東宝が特撮映画作ってるぞとうちだって戦争映画とかあと釈迦とかそういう文芸歴史もののスペクタクルのために特撮班があるじゃんかうちでも作れるだろうというふうに会社側に言われてですね本社側でいやもうこれぐらいの予算でゴジラシリーズみたいにカラーで撮れよというふうに言ったんですけども現場がいやちょっと待って怪獣映画ってでかいセットいるし特撮やんなきゃいけないし金がかかるんですよと。 この予算で怪獣映画をやるんだったらもうモノクロにしかできませんという,うやり取りをして喧嘩しながら制作した映画が大怪獣カメラでこれは現場でもですね品縮者であついに大映も怪獣なんかやるのかよとカメかよというふうに言われたんですけどもですねこれがですねいざ前売りを売り出したらですね前売り券がめちゃくちゃ売れてで公開したら大ヒットになってしまったんですねで逆に本家の東宝は フランケンシュタイン対地底怪獣というです,、ね、すごい映画なんだけどあんまりヒットしないですねやっぱりゴジラじゃないとダメなんだということで,です、ね、その年のです、ね、12月に怪獣大戦争というのをやりますローマ帝国というのはです、ね、外側と内側にです、ね、それぞれ滅びる要因がありました外側はもちろんゲルマン民族の大移動内側はキリスト教というのを自分たちの国境化してしまうということが逆に首を絞めることになったんですね で、同じく怪獣ブームもですね、1966年、5年から66年、そのブームの頂点で滅びの要因というのがやってくると。外側の外敵はゲルマン民族ならぬですね、ウルトラ級、ウルトラマンなどのですね、テレビで怪獣が見れるというものの放送開始と、あとよその会社の怪獣の登場、ガメラですね。そういう外側に敵ができたこと。で、内側はですね、さっきも話したゴジラの正義の味方になって、さらにキャラクター化してしまうと。特にこの、 怪獣大戦争というやつはですね、ゴジラがはっきりと正義の味方になって、おまけに X 星に連れて行かれたゴジラがシェイをしちゃうんですね、それも連続3回ぐらいですね、こう飛んでシェイっていうのをしてしまって、これで子供らが喜ぶだろうと思ったんですけど、子供に愛されよう、好かれようとして、徐々に徐々にバカらしいなというふうに思われて、見放されるようになってしまった。 そのようにですね、1965年から65年っていうのはものすごい1年間だったんですよ。まず、お正月、1月1日にですね、あの、毎週テレビで新作怪獣がタダで見れるっていうウルトラ Q がスタートしちゃって、で、4月にガメラ対バルゴン、ガメラ2作目でついにカラー化。で、1作目はですね、76分しかないのに、2作目はいきなり2時間というですね、カラーで大怪獣対決ものです。で、7月にテレビでカラー放送で、ウルトラマンとマグマ大使がほぼ同時に始まるという、 もう子どもにとっては一日中怪獣漬けの日がとうとうやってきちゃったんですねでサンダー対ガイラこのフランケンシュタインものもですね7月に公開して12月にはですねゴジラ映画としてですねゴジラエビラモスラ南海の大決闘というのも公開されますその次の年67年はさらにすごいウルトラマンマグマ大使は大人気のまままだ続いてます で3月にですね、ご家族向けの文芸映画としてです、ね、有名だったですね、松竹映画がですね、宇宙怪獣ギララを作りですね、大英はですね、ガメレ対ギャオスを作りですね、4月にはですね、またこの純文学を映画化するはずのです、ね、日活がですね、大怪獣ガッパと映画まで作ってしまいます。 で7月に東方はコングの逆襲、10月にウルトラマンが終わって次にウルトラセブンがテレビで始まり、12月にはですね、ゴジラの息子ですね。でついに薬ザ映画を撮ってる東映までもですね、海流大決戦というですね、江戸時代を舞台にした怪獣映画を作っちゃうんですね。もう本当に1967年は、どの映画会社、どのテレビ局も怪獣ものを作ろう作ろうとしていた、本当に怪獣ブームの頂点の時だったんです。 しかしですね、もう子供たちは映画館までわざわざ行かなくてもですね、テレビで毎週毎週ウルトラマンとかマグマ大使でですね、怪獣が見れるわけなんですよ。で、ゴジラは生して正義の味方になっちゃって、ついにですね、この、すごいですね、生してあの正義の味方になったら2年後にですね、子供までできてるんですよ。ゴジラの息子ですよ。 <laughs> でガギララとかガッパもです、ねまあ、続編を作るほどにヒットしなかったんですね。ヒットはしたんですけどもそれぞれの,あの映画会社がいや、じゃあうちも怪獣、怪獣とうう乗り出したんですけどもうその頃はですは、ね、ゴジラみたいに何を出しても当たるという時代ではなくなってきたんですねガメラ対ギャオスもです、ね、ここから先にです、ね、ダイエーはガメラシリーズを作り続けるんですけども、予算的にはガメラ対バルゴンが頂点だったんですね。ね。ガメラ対ギャオスは、バルゴンの半分。 で、頑張りたいですね。 宇宙怪獣バイラスは、ガメラ対ギャオスの半分ですね。ガメラ対大悪獣議論はガメラ対バイラスの半分で,です、ね、何か倍イ,イゲームでなくて半分半分ゲームで,です、ね、ガメラシリーズは続けられです、ね、これ後にです、ね、あのガメラシリーズの岩佐監督は「そんなに下げたら作れるはずがない親作れてしまった」とこれを面白がったところも俺はあったのがいけなかったというふうに言ってるんですけども本当にです、ね、絵がものすごく安っぽくなってもです、ね、怪獣が出てるだけでなんとなく見れたところがやっぱあの。 時代、すしかしですね終わりの予感はですね当たってですねおわあの怪獣ブームの終わりが始まりました明らかに怪獣ブームの黄昏が見えてきたんですけどこれの逆境を打破するためにですね1971年この辺だ「帰ってきたウルトラマン」が始まりましたこれはあの第2次怪獣ブームというふうに言われたんですけども帰ってきたウルトラマンとかです、ね、あとミラーマンがテレビで放送始まったんですけどこの帰ってきたウルトラマンとミラーマンの間に挟まれている 仮面ライダー、これが、ね、問題だったわけです。第2次怪獣ブームが始まるはずだったんですけども同時に始まったですね「仮面ライダー」に子供たちの人気はほぼ全て持っていかれてしまったんですねなぜか何で第2次怪獣ブームっていうのはそんなに爆発せずに仮面ライダーに持っていかれたのかですねこれあのさっき話した怪獣映画というものが持っている根本的な欠陥に関係してるんですよ ちょっとこれね、コメント見てみようかな。わかるかな怪獣映画が持ってる、怪獣者が持ってる根本的な欠陥なんですよ。予算、予算じゃないんですよ。これね、樋口真二がですね、自分でカメラを作った時に思い知ったっていうか、これはきついっていう風に言われたんですけどね。はい。実はですね、怪獣っていうのはですね、格闘戦ができないんですよ。 ゴジラの逆襲でゴジラとアンギラスは格闘をやったんですけど、これアンギラスが飛びついて噛みついてゴジラがそれを振り払うというの連続なんですね。で、なんでかというと怪獣って着ぐるみだからリーチ、腕の長さが短いんですよ。だから特っ組み合いが根本的にできないんですね。で、キングオング対ゴジラではですね、コングとゴジラ離れたところからお互いに声を出してですね、で、ついには岩を投げ合うんですよ。で、キングオングイゴジラって、 実はですね、このコングがゴジラの,あの尻尾を持って振り回すシーンとかがポスターになってるんですけど、そういうシーンもあるんですけど、それちょっとなんですよ。ほとんどね、岩投げたりするなことばっかりなんです。で、この、このね、対戦方法はそのまま引きつく。 が出てですね、そのまま、あの、キングコングが初登場する三大怪獣でもですね、ゴジラとキングギドラの戦い方っていうのは、岩を投げることだったりですね、あと怪獣大戦争でもですね、やっぱりゴジラはですね、キングギドラに岩投げてるって、尻尾でですね、岩弾いたりしてるんですけども、昭和のね、ゴジラ映画って実は、ゴジラの戦闘シーンが、 ダサいというかカッコ悪い絵にならないんですね。なので、フランケンシュタインの怪獣というのにあの東方がスライドさせたのはこの根本的な結果に気がついて、なんとか怪獣を取っ組み合わせするために人間的なプロポーションの怪獣を出そうとしたことなんですよ。しかし、仮面ライダーというのはもう根本的に仮面ライダーもですね、敵の怪獣も人間型だから動きがシャープなんですね。ちゃんと格闘ができる、イコール子供が真似できるんですよ。で 体重もね、真似できたんですけど、真似するときはみんなゆっくり動いて、砂場の、砂のなんか建物を踏むとかですね、地味な遊びなんです。ううそれに対して仮面ライダーってもう、敵とか味方とかに分かれて、アクションというか、子どもたちが休み時間でパッパッと遊べるようになってるからです、ね、スピーディーで速いんですね。 で、これがですね、その帰ってきたウルトラマンと仮面ライダーの人気の差になっちゃったわけですね。で、これ、平成ガメラを撮った時にですね、あの、樋口真嗣特撮監督が夜外ク靴に来て本当にしみじみ語ってたんですけどもですね、なんで怪獣映画が滅びたか自分で作ってようやっとわかりましたと。ガメラはリーチが短いと。ギャオスと格闘できないんです。だからもう、俺がやってるのはいかに、 怪獣と格闘してるかのふりをして、カット切り替えて、ごまかすの連続ですよって。それはもう、平成ガメラ3部作全部そうなんですよね。で、こんなの子供が真似してもね、楽しくないっていうふうに、あの、彼も語っていました。で、もう一つのですね、滅びの理由はですね、これはあの、これまで話したことなかったんですけども、1974年のですね、この、ゴジラ対メカゴジラのあたりであったんですけどですね、宇宙戦艦ヤマトによるアニメブームの到来です。 マジンガー Z が1972年で宇宙戦艦ヤマトってそのわずか2年後の1974年なんですよ。で機動戦士ガンダムって1979年なんですよ。アニメってめちゃくちゃ進化が早かったんですけどもですね、その怪獣映画はこの進化の速さについていけなかったんですね。まさに巨大だけどノろマな恐竜と体は小さいけど敏少な哺乳類の差。 になってしまったんですね。このアニメーションの表現、何を表現するのか、所詮怪獣映画の真似だったですね、マジンガー Z から怪獣映画の影響を受けない宇宙戦艦ヤマトになって、宇宙戦艦ヤマトもも中盤にですね、宇宙怪獣バラノドンというのが出てきて、怪獣映画の,の残り画がちょっと入ってるんですけども、もう機動戦士ガンダムになってきたら、ドラマから何から怪獣映画全然追いつけなかった地平まで進んじゃったわけですね。 で巨大な怪獣が戦うというそういう痛快さっていうのは絵の痛快さというのはマジンガー Z に奪われてしまってでお話のスケールや、まあ、ロマンみたいなものはです、ね、宇宙戦艦ヤマトにです、ね、追い抜かれて教室でごっか遊びする楽しさは仮面ライダーとか戦隊ものにです、ね、追い越されたと。 なので、この後期のですね、ゴジラですね、1972年のですね、えー、ゴジラ対ガイガンで、73年のゴジラ対メガロは、もう本当にですね、ひどい、ひどすぎて逆に面白いというかで、ね、ひどすぎて未だに僕は年に1回見るというですね、作品になってるんですけども、ラスト2年のですね、ゴジラ対メカゴジラ、74年のメカゴジラと、75年のメカゴジラの逆襲で、ちょっとだけゴジラをですね、持ち直しました。 持ち直したと言っても、メガロやガイガンに比べて持ち直しただけでですね <laughs>、前世紀の怪獣に比べてという意味ではありません。えー、持ち直して追われたのが、まあ、最後の慰めになると思います。えー、次のブロックではですね、 ではそんな、ニコ生 YouTube を見ている皆さんにぴったりのゴジラ映画ですねこういう人はです、ね、こんなゴジラ映画をおすすめだよって、まあ、俺がおすすめだからですべ、ね、て昭和ゴジラ映画なんですけどです、ね、ゴジラ映画を紹介したいと思います。 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。